まあ、紙が生きてる感じにしたんですよね、はいはい、それが僕のデザインなんでアイムで撮ったりとか、はじめはその時ポラって言って、はい、マミヤのあそんな中盤の中盤ですか、でけえなと思って重たいと思ってやってたんですけどもうなんか撮影行くじゃないですか、絶対カメラマンいるじゃないですか、はい、めっちゃ面白そうだなと思って、でこれ自分でも自分で思い通りに撮れて作れてやったら、その時こう見て舞い降りてきたものを作ってます。だいたい見てれば分かります。昔はこう髪の毛の例えばこの一筋とか、でも今だともっとよりナチュラルというか、動いててもいいじゃんみたいな、これがいいんだ、これが時代だ、半歩先ぐらい、例えばこっちのリアル的なヘアショーとかやってすごいの作るじゃないですか、なんかもうなんとかすなんかこんなの、まあちゃんとこう使い分けができるような